羽村明シリーズ、女、探偵、羽村明シリーズは、若竹七海による日本の推理小説のシリーズ。1996年から刊行されている。孤高の女探偵、羽村明が職を転々としながら様々な事件に巻き込まれる様をハードボイルドタッチで描く。羽村明世界で最も不運な探偵と題して NHK 名古屋放送局制作でテレビドラマ化され2020年1月から3月まで NHK 総合ドラマ10で放送されていた。羽村明の初登場作は小説中興1994年7月号の海の底である。サラ・パレツキーの VIO ショースキー、スー・グラフトンのキンジー・ミルホーンなどの女性私立探偵物が日本でブームとなっていた頃で自分でも書いてみたいと考えた若竹が短編の依頼を受けたのを機に書き上げた。日本では私立探偵という職業にリアリティを与えられないため職業はフリーイーターとなった。1996年にシリーズ第一作として刊行された短編集プレゼントには小林警部補と部下の御子柴のバディを主人公とし羽村明は登場しない短編が含まれ、最後のトラブルメーカーで初めて両者が顔を合わせる構成となっている。当初は単発の予定であったものの、羽村明のキャラクターが予想外の好評を博したことから何度か登場させるうちに、別の方面からも女探偵を主人公とした作品の依頼が舞い込み、羽村を興信所の調査員にして登場させることとなった。また、羽村明で一冊の単行本を作ろうという話が持ち上がった際には、別の女性主人公の物語を何編か、羽村明に置き換えて書き直し、短編集、依頼人は死んだが刊行された。2001年には、シリーズ初の長編となる。悪いウサギが刊行され、日本推理作家協会賞長編賞の候補となった。2013年に短編、暗い越流が日本推理作家協会賞短編部門を受賞したことにより、単行本化が企画された際、鹿湾で出版していた短編、信じたければ殺人熊書店の事件簿1で、戸川康信が店主を務めるミステリ専門書店。トリックトラップをモデルとした設定を活かし、道楽者の金庫を書き下ろすこととなった。そこで古本屋をやりながら探偵をするというのは面白いと明がミステリ古書店のアルバイトになるという設定が生まれ、翌2014年に13年ぶりとなる新作長編、さよならの手口でシリーズが再開した。羽村明世界で最も不運な探偵と題して NHK 名古屋放送局の制作でテレビドラマ化され NHK 総合のドラマ10枠で2020年1月24日から3月6日まで毎週金曜日22時49分に放送されていた。全7回。主演は宍戸かふかで本作がドラマ初主演となる。撮影は2019年10月下旬から NHK 名古屋放送局のスタジオや名古屋近郊で行われた。主要人物ゲスト羽村明世界で最も不運な探偵に関するカテゴリー。ありがとうございます。